Welcome to Anime Geek Test channel. In this quiz, you have to guess the anime character by personal item. One correct answer is 1 point. Can you get maximum points? If you like our videos, subscribe to the channel and press the bell. Eh, お前裏切んのか？ほら、ルフィ。お前か。デッジはお前か。ルーシーだった。ずいぶん前にブルマから言われたことがあるんだ。このオラが悪いやつらを引きつけてるみてえだ。なんかもう面倒ですね。ここにいる大人全員お亡くなりになれば、まあ私なら殺します。当然やってやりましたよ。最高にクソでした。お腹減った？おっぱい飲む？アイドルはやってて楽しいし、私一人なら今。天童明と申します。あれだ、ブラックってやつだ。全然寝足りねえ。街中だと見えにくいね。じゃあ私はここで魔法の収集を続けるよ。100年くらい。ああ、針仕事で呼んだんだ。手芸部のヘルプがいる。霊長類最強男。ジェノスを現代アートみたいにしやがって。上等だ。自分で買われるのが人間だ。おい、どういうことだってばよ。なんでゲジマイとネジがいんだよ。入れ替わりの決戦を申し込むことだ。返す言葉もない。大丈夫でしょ。だって君弱いもん。領域。待たせたな。今度こそ蹴りをつける。じゃーん。さてさてさて、いいぞ。残念ですが、足早く直した方がいいですよ。他の方もあなたには言われてる。きっとどっちも残月なんだ。俺は俺自身で戦う。ありがとう残月。月面やっぱりそうか。みっともねえ。柱間が死んで残したその意志とやら、俺に勝てる力とは意志ではない。こいつと俺、なぜブラが上に連れて。話して。なんだ、ゴブリンから奪えばいい。だがゴブリンではないのだろう。俺は術に関わると疲れる。それよりどうだろう、仕事にでも行かないか。もちろんグレートルーシーもお前が現れた時から俺は心の中で時を数えていた。だが今はその数値が。私の春光は風、五帝十三体をなめるな。わからぬか、弱法。したかったですわ。安心してほしいですわ。連れてきましたわ。今日頑張りますわ。せいぜい俺の噂を広めておいてくれ。ふざけたことを抜かす商人は体中に歯が。もちろんおめえの顔も。この国じゃブティックだって本屋だって休み。昼飯食わなきゃみんな。あまり刺激されると困るんだ。竜ってのはお前らが思っている以上に恐ろしい存在だ。仲間になるの。俺パンダ、人間の言葉わからない。なんで俺のこと畜生みたいに扱う。ぼんやりしか見えなくてすぎて、スイカにはどういうことかは勤労もぼやり。じゃあ行くぜ。やめとけゴン。お前必殺技使う気なんだろうけど、必殺技はあんた、怪我ない？うん、大丈夫よ。それよりあんた、こんな夜更けに一人で。ダンマ、おっしゃ！フエゴレオン団長、レオはなんでいないんすか？10歳過ぎ。お前と本気の手合わせ。お前を止める。砂さえあれば何でもできる。ああ、鬼に取りつかれているのだ。早くこの哀れな子供を殺す。俺はいつでも好きな時にここを出られる。当然思想を持つ俺を殺すこともできない。俺はWrite in the comments how many points you scored and what your anime level is. I'm so interested to know. Press the like button, subscribe to the channel, and thanks for watching. See ya!